皆さんこんにちは。こんにちは。本田兄弟の本田照彦です。弟の安弘です。いつもご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。今日は安弘君はい、司会進行をよろしくお願いします。かしこまりました。司会進行というのは、<laughs> まああのトピックの設定とかなるほど。はいはい。うーん。 じゃあ、そうですね。今回は、兄が思う弟、弟が思う兄。<laughs> まあについて、じゃあ、あ<れ>じゃ先にまあ、嫌なところから言っていきましょう。嫌なところから。はい。えー、じゃあ、私からはい。そうですか。じゃあ、僕が安弘くんの嫌なところ、嫌だなと思うところですかね。はい。<laughs> ああ 嫌なところ、うん、えお風呂で髪切るところ <laughs> ああなるほどい長いからさうん、うん、<laughs> もう一回ねバリカン持って風呂場に入り込んだらしばらく出てこないじゃないですか、ね、<laughs> そうですねそしたら我々お風呂入れないからねああ<ー>、うん、それはちょっと嫌かなと思いますわ <laughs> <laughs> 確かに、うん、まあそれぐらいかなまあまあ一つずつ言っていきますがうーん 私が思う兄の嫌なところ。うーん。そうですね。まあ、そうですね。まあ、何でも知ってるところかな。へえ<ー>。まあ、例えばなんかこう、兄が文教を読んでて、英語の単語が例えばあったとして、実はね、あの、兄は知ってるんですよ。でも僕に、あの、やせろくん、この単語知ってる <laughs> この単語の意味知ってる 僕はね、知らないわけですよ。そしたら、あ、知らない、こういう意味なんだってって、知ってるのによっこういう意味なんだってって言うんですよ。知らなくて聞いてるんですよ。これは、八代君、英語ね、あのおで気になるんで、ちょっと八代先生は知ってるんじゃないかなと私は思ってね、お伺いを立ててるわけですよ。いやいや、これはね、作取ですよ。<laughs> <laughs> 作詞ね。<laughs> 作取って絞る感じになっちゃうじゃん。ボケですよ。あ、ボケですが。はい。<laughs> いそれがボケ担当ですからね。じゃあ次は。はい。えー、うん、じゃあ、うらやましいところ。 羨ましいところ。やっぱりあれとしてムキムキなところですよ。ああ、なるほど。いや、そんなムキムキじゃないですけどね、うん。いや、ムキムキですよ。筋トレも実は、あの、最近始めたの。嘘ばっかり <laughs>、ね。プロテインでちゃんとね、タンパク質を補って補強してますからね。まあ、でもプロテイン大事だと思うんですよね。そうなんですね。まあ、なんかプロテインを、まあ、プロテイン頼るなんて、みたいな人と、まあ、プロテイン全然飲んでいいんじゃないのっていう。 2> で、蓋に歯に分かれるんですけど、まあ僕はプロテイン、まあ飲んでいいんじゃないかなと思う方で、まあそっちの方がなんか効率がいいかなと。<ー>うん、で、えっ、ー、と、じゃあ私が思う、い,いところうらやましいところ。ころやっぱ背が高いところですね。ね <laughs> あんまり変わらないでしょ。<laughs> いやいやいや、僕1 8 2ンチと言ってるんですけど、182ないんですよ。1 8 1 2 8とか。6ぐらいですね。6ぐらい。まあ、うん、下5した。まあ、そういうことですね。うん、うーん、あとは、まあ。あ、複数言っていく感じ。ああ、じゃあ、じゃあ、そこまでにします。じゃあ、次は、うーん、いや、やっぱ、この、このシリーズやめましょう。<laughs> そう、やめ,うやめる、やめる。うん。うん、<laughs> それでは、うーん、何しますか <laughs> <laughs> 本当、ぐだぐだですね、今日ね。はい。今回、ぐだぐだですわ。あのね、過去の放送をね、私、聞いてみたんですよ。はい。そしたら、意外とね、うん、我々の、てか私の、発声が、明瞭ではないということに気がつきました。はいはい、そうですか <laughs> <laughs> そう、何いきなり、ハキハキしちゃう。<laughs> うん。あまりね、いい声ではないね、そして。 そういわゆるイケボってやつではないですよ。ああ、あの、わざとじゃよ、というやつですか、ね。わざとじゃよ、うん。こんにちは。こんにちは。あまあ低ければいいって問題じゃないですけど。うーん。うん、うーん。まあ、そういえばなんかあの、はい、あ、これは言っていいのかな <laughs> どうぞどうぞ、全然。いや、その僕が、あの、インドネシアに行ったとき、うん、その、 え、派遣前の研修があって、うんうん。ま、そこを。大分のね。はい、大分の。<laughs> 私があの、布団持ってきた時に。うん,うんうん、そうなんですよ。<laughs> ま、そこで、まあ、研修があったんですけど、その TT 授業と言って、なんか模擬の授業をしなきゃけ、いければいけないんですよ。何何？模擬授業を、何 TT?T、あの、ティームティーチング。へぇ<ー>その CP 先生っていう、いわゆるえ日本語教師、現地の日本語教師の、 人と、うん、まあ僕たち、日本語パートナーズ NP っていうのに分かれてするんですよね、模擬授業を。なるほど。はい。<laughs> <laughs> で、なんかここあの、ここは何ですかここは職員室です。そうですか<ー>ここは何ですかここは保健室です。うんうん、そうですかという話が、会話があって。その時の,その先生、その僕たちの講師の先生がとてもイケボだったんですよ。うん 男の先生だっけ女の先生じゃなかったのいやいや、男の先生だったんです。日本語の男の先生とインドネシア人の女性の先生があの TT の模擬授業をしたんですね。なんか、うん、でもやっぱりその現地に行った時は、その人の喋り方をまあ真似して授業したりすればしてましたね。 え、イケメンボイスで。うん、まあまあ、そういうことです。え、ちょっとやってみてよ。えー、では。じゃあまず。スランパキ先生。スランパキー。普通じゃないですか。いや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  <laughs> いやじゃちょっと <laughs> 僕も気合入れますよ。はい。スランパキ先生。スランパキ先生。先生じゃないじゃん。あ、スランパキー。はい。はい。ここは、なんですか ここは職員室です。そうですか。ここは、何ですかここは保健室です。そうですか。え、そうですかしか言わないの。<laughs> いやいや、こういう、こういう会話なんですよ。へえ<ー>。え、うん、そしたらなんか言ってました、生徒たちは。あ、先生、うん、声、素敵やねとか。うー、んうん、いや、生徒たちは多分一緒に聞こえて、うん、その僕の CP 先生から、うん、うわ、 CD のような声がしますよって言われました。<laughs> <laughs> CD のようなね。CD のような。ああ、CD のような声だよね。<laughs> <laughs> まあさ。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 うん。<laughs> <laughs> <laughs> うん。いや、それくんねこう、気合い入れたらなかなかいい声をしてますね。そうですか。そうですね。ねえ。う,ん,うん。じゃあ、こ,これから、あの、ね、 まあ、あと少しで終わりですけど、はい。ちょっとイケメンボイスでね、話していこうかと思いますね。そうですか。そうですかしかいけないじゃないですか。うん。まあ、今日はこれでいこうかなと思って。うん。いや、筋トレね、最近私もほら、一緒にやってるじゃないですか。あさっきやってましたね。うん。さっきやって、そう、さっきやってたんですよ。もうね、しんどいですわ。しんどいですね。うん。もう、汗が出るしね。うん。お腹プルプルするしね。 いやでも、兄ね、頑張るんですよ。そう、私頑張るから。そうですよ。もうどんなにきつくてもやりますよ。決められた回数は絶対やる。で、僕が回数を増やしていく例えば25回って決まってたら、24回ぐらいで22回に戻ったりとかするんですよ。それでもめげずに、あの、それに加えて、なんか体をねじるやつ。ねじるやつ。ロッキーですよ。やるんですよ。 いやそやのはっぱすすごいいなと思いますねそう俺僕がね小学校に上がる前だったと思うんですけど地域の、ね、運動会があったわけ、はい、そこでなんか自給層みたいなんだよ、ね、あの運動会で自給層とかわけわかんねえと思ったけどうんそれにあの地域から、ね、出てください今度あのなんだ新小学生新入生になる人は出てくださいみたいなので私出されたのよ。はい で、その時また、まだ全然運動とかね、したことなかったから、<ー>水泳ぐらいでしたから、うんまあね、水とね、地上じゃ違いますからね。<laughs> 体の軽さが。そうです、うんで。そこで走らされたわけ。はいはい、ああ、きつくて。うん、でもね、あのー、もう決められた距離走らないといけないと私は思っていて、うん、私結構ルール支配が強いから、もう決められたことは絶対やらないといけないっていうタイプだから。あー 走ったんですよ。<ー>で、もうみんなはあの、私、ほら、うん、ハイソックス履いてたからね、その頃。あ<ー> <laughs> そうハイソックス履いて、みんなあの、あれですよ、田舎の子というのは、私、田舎の子じゃないという全然話してますが、田舎の子はね、はい、裸足ですよ。それがねあの、ステータス。確かに裸足で短パン。うーんうん っていうのが、まあ、スタンダードですよ。うそうちて私は、あの、靴ね。ちゃんとグリップがついた、ソールにグリップがついた、ああ。靴に、ハイソックス。うん。ハイソックスですよ。普通の靴下じゃない、ハイソックス。スタイリッシュですね。そうそうそう。真っ白だね、しかも。真っ白だ。うん。履いてたから、もうね、どう見ても運動できないやつですよ。ああ、なるほど。うん。私結構水眠早かったけどね、実際。早かったですょね。ほん早かったけどね。はい。 で、その、何ですかね。そう、ハイソックスの少年がずっとね、うん、走って、もうみんなね、もう裸足の、あのー、連中がもうゴールしちゃってるわけ。うんうん、ああ、そう <laughs> って言いながら走ってるわけよ。<laughs> はい、もう目をね、白目向いて走ってるわけ。うんうん、さあもうみんなね、あのー、あ、なんか大丈夫だろうかみたいなね。うん、あの、近所の藤井さんっていうおじちゃんがね、あ<ー>あのとても優しいおじちゃんが、うんうん、あの、並走してくれてね、あ、頑張れ、あと少しだぞ、あと少しだぞ、みたいな。<ー>頑張れ、頑張れ、っつってね。 それぐらい私ガッツがあるから実は。うーん。<laughs> かっこいいですね。そう。もうどんなに、ね、できなくてもこうガッツを奮い立たせてやる男ですよ、私は。うーんやっぱそういうのがあの、編成期の頃の銀営とかにもやっぱね。ああ。うんああ。なんかいい前振りをいただきましたんで、次回はじゃあ、編成期の、うん。はい。 乗り越え方というか、<laughs> <laughs> そういうことについて話してみますかね。はい。ねちょっと辛い思い出ですけどもね。はい、うん。じゃあ、今回はこれで終わりたいと思います。はい。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。